かオランダでもいいとこですよね、うん、アムステルダム、うん、日本人がね結構ビザ取りやすいんです。オランダとの関係やっぱり江戸時代を通じて、うんうん、あ今オランダとポルトガルが比較的ビザ通りやすいっていう話聞きますけど、そういう背景もあるんですね。オランダはもうまさにそうで、めちゃくちゃ普通にビザなしで働けた時期もあるんですよ、一瞬一瞬。なんかもうフリーゾーンじゃないけど FTA に近いような状況になっていて、日本人はオランダでビザなしで働けますみたいなに近い状態になってた時期もあるぐらい長年の友好関係があるので、ヨーロッパの EU の中では唯一一番取りやすいビザが、これ結構良くて、あの時給高いんですよ。最低時給がめちゃくちゃ高くて14ユーロとか言ってたかな。なんで日本人のビザ取ってワークパーミット取って行ったらまあまあ稼げる。じゃあ、はい、皿洗いしてても2000円以上の時給みたいな、そういうことですね。飲食の人材がやっぱり同じようにオランダ、アムステルダムとかめちゃくちゃ不足してるんで、うん、日本人行くとすごくいい。もう日本人も出稼ぎしてユーロ稼ぐ時代。ああでも本当そうですよね。オーストラリアとか、うん、もっと物価高いですか、はい、オーストラリアで鉱山とかでトラックの運転手とかやるとすぐ何百万貯まりますよ。本当日本がその、ね、昔みたいに出稼ぎに行く時代に突入するかもしれない。いやもうなってますよね。最低時給見てても、はい、本当に低いですし、あのなってます、うん、経済大国だった頃はもうちょっと、うん、今は昔みたいな、うんうんはい、もう単純労働者も日本をいの一番に目指さないと思うんですよね、うん、こうなっちゃうと、うん、人間も不足してきますよね、はい、